旅の本質はどこへ行くかだけではなく、どう行くかに宿る。この国の息を呑む美しさに出会い、細やかな心遣いに触れる。偶然の出会いは時に想像を超える喜びとなり、目的地までの時間は深く心に刻まれる。走るホテルのような列車、美しい海を渡るクルーズ船、ランドマークを越え雲の上から富士山をめでるヘリコプター、その一つ一つの体験があなたに訴えかけるだろう。旅をするとは、くつろぎを楽しむとは、真の目的地とは、それはきっとあなたを連れていく、あなたが今いる場所からあなたがいるに値する場所へ。